NTT パーソナルは過去に存在した PHS 事業者で NTT 中央パーソナル通信網株式会社をはじめとするグループ会社の総称もしくは提供していた PHS サービスの名称である。かつて北海道、東北、中央、東海、北陸、関西、中国、四国、九州の総計験者の地域会社が存在した。 NTT パーソナル基地局サービス開始時、トンネルズのみんなを電話にする会社のキャッチコピーで話題になった。後に、各地域の NTT ドコモグループ各社が、旧 NTT パーソナル移動通信網の PHS 事業を継承した。継承後については、ドコモ PHS を確認のこと。ドコモグループ、旧 DDI ポケット電話グループ旧社と同じ、区域割りだった。 四国パーソナル通信網の本社は、NTT ドコモ四国の本社のある高松市ではなく、NTT 四国支社がある松山市にあった。基本的に、携帯電話と同じだが、ソニーなどイニシャルが重複する会社あるいは、携帯電話で2文字となっている会社は別の略号になっている。NTT パーソナルより発売された機種のみ記述する。 312スペルー1995年7月発売 120g1995 年7月発売 160g1995 年7月発売 190g1995 年7月発売 115g1995 年7月発売,売 180g 1995年10月発売 135g1995 年12月発売 160g1995 年12月発売 120g1995 年12月発売 180g1996 年2月発売 95g1996 年2月発売 120g、1996年4月発売、92g、1996年4月発売、89g、1996年5月発売、140g、ポケベルトの複合端末、1996年9月発売、105g、1996年10月発売、91g、 1996年11月発売9 9グラム。1 9 9 6年11月発売9 5グラム。1 9 9 6年11月発売1 0 5グラム。1 9 9 6年11月発売1 2 0グラム。1 9 9 6年11月発売 81g1997 年1月発売 106g、1997年3月発売。80g、1997年3月発売。80g、1997年3月発売。97g、1997年3月発売。77g、1997年5月発売。99g、1996年6月発売。 105g。ポケベルとの複合端末。1997年7月発売。140g。フリップが PC カードになっており、カバーを外してデータ通信カードとして使うことができる。1997年7月発売。87g。1997年8月発売。84g。 1997年11月発売、7 7ム。1997年11月発売、8 0ム。1997年11月発売、7 2ム。1998年1月発売、7 9ム。当時はまだ珍しい2つを折り、ネックストラップが標準でついてきた。 1998年1月発売、82g。本体がドラえもんの形をしたドラえ本。1998年2月発売、77g。1998年2月発売、137g。1998年2月発売、86g。1998年3月発売、72g。 1998年5月発売、81g、1998年6月発売、74g、1998年6月発売、71g、1998年5月発売、112g、フリップがコンパクトフラッシュ型になっており、カバーを外すとデータ通信カードとして使うことができる。 1998年7月発売、68g、ありがとうございます。